お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけど、今日はですね、ナースケさんがですね、某ナースケさんがですね、ナースケさんがですね、ジムができたということでですね、一回僕の YouTube の方にもコメントをしていただいたということなので、何かね、やっぱりプレゼントというものを送らなければいけないなと思いまして、やっぱりこう同じね、切磋琢磨している筋トレ YouTuber 同士ですね、何か送ってあげようと思いまして、今回この動画を出しました。でね、何をあげようかなっていうふうには一つはもうね、決まってます。心の中では決まってるんですけど、何かね、視聴者さんの中でこれがいいんじゃないかなっていうものがあればね、ぜひコメント欄で書いていただければな、嬉しいかなと思います。一回ね、75万円のクラウドファンディングの方で、僕がネタにしたところ、こういう風にネタにしていただいてありがとうございますっていうね、動画を、コメントをいただきまして、本当にネタなのかどうかはちょっとわかんないんですけど、ワンチャン75万円もらえればいいんじゃないかっていう風には考えていたとは思うんですけどもね。そういう風に、コメントをしていただいて、ちょっと、そこが、ね、盛り上がったので、お礼と言ってはなんですが、お祝いと込めてですね、プレゼントをあげようと思っているので、何かね、これをあげた方がいいよっていうことがあればね、コメントをいただければ嬉しいかなと思います。ではですね、最後に一言、ナースケさん、ジム、おめでとうございます。今度ですね、僕が、足トレをしに行かせていただきますので、その時はですね、ぜひ一緒に合同トレーニングをしましょう。どうも、やすけでした。